アレックス・ブルース・ホワイトは、アメリカ合衆国、ノースカロライナ州グリーンビル出身のプロ野球選手。ウッドを右打ち。ノースカロライナ大学から2009年の MLB ドラフトで、クリーブランド・インディアンスから一巡目指名され、8月17日の交渉期限直前に225万ドルの契約金で入団に合意。AA 級、アクロン・エアローズ時代2010年に、 AAQ キンストン・インディアンスでプロデビュー。シーズン途中で AAQ アクロン・アロズへ昇格し、2階級の合計で10勝10敗、防御率2.45だった。シーズン終了後にはベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいて、インディアンスではロニーチ・チゼンホールに次ぐに位、マイナー全体では47位の評価を受けた。2011年はトリプル a 級 コロンバス・クリッパーズからスタートし、4月30日のデトロイト・タイガース戦でメジャーデビュー。5月7日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦でメジャー初勝利を挙げた。2011年7月30日にウバルド・ヒメネスとのトレードで若手3選手と共にコロラド・ロッキーズへ移籍した。移籍後は8月の後半にメジャーに昇格して先発ローテーションに入ったが、 防御率8.42と振るわなかった。2012年12月4日に、ウィルトン・ロペスト後日指名選手との2対2のトレードで、アレックス・ギリンガムと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。2013年4月11日に、トミー・ジョン手術を受け、シーズン中の復帰は絶望となった。2014年5月から、実戦復帰し、参加のトリプル A 級オクラホマシティレッドホークスで、 シーズンを過ごす。2015年4月4日にディーフとなり、8日に参加のトリプル a 級フレズのグリーズリーズに移動。6月8日に解雇となり、10日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結ぶ。7月20日に解雇となる。2016年は所属球団なく、2017年5月4日に独立リーグアメリカンアソシエーションのスーシティエクスプローラーズと契約。 7月15日に解雇となるが30日に再契約。2018年6月16日にアトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスと契約するが6月29日に解雇となる。ありがとうございます。